河川か？河川じゃない。私は石田正美。刀剣乱舞大型アップデートが入り、担当キャンペーンで新しい刀剣男子が出ているけども、それをやる時間がなかったぐらいにボリューミーなアップデートだった。組織もやっていなかったね。そういえばここん、こちらは組織となります。組織では現在の本丸の状況を確認したり、部隊の編成や近地の任命など様々なことができます。また本丸名、サニマ名を1回限りですが変更できます。課金アイテムで変更とかはできないんですか？他にも刀剣男子記録盗聴にて、より詳細に本丸や刀剣男子の情報を確認できます。新規 BGM いいっすね。刀剣男子では所持している刀剣男子の一覧で能力値のほか、権限日、初散歩日が確認できます。それ面白いな、初散歩。禁止ボタンを選択すると変更もできます。禁止は組織のほかに結成からも任命可能。盗聴いつもの馬馬の数。ああ、なるほど、これか。さっきのなんか組織図みたいな始まりの一振りは河川兼定。刀剣男子権限日、記録を見て次の目標を立てましょう。持ってない継承はなんか粘泥とかそういう何かについてきたやつかな。俺の名は三日月宗近。千年の月日を再び旅してきた。ジジイだがその分役には立つ。うまく使ってくれよ。おお、 UI とやらがだいぶ様変わりしたようだ。この結成って文字見るとさ、勇気士の勇気を思い出しちゃうんだよね。ね、この生がさ土辺入ってたら勇気だし。強化画面、内容は知ってるので説明は割愛。ただ見やすくなったよっていうあたりですね。お、成果、このランブレベルが上がってどういう成果があるかっていうのも確認ができるのはいいね。お手入れ部屋、あ、なんか殺風景に見えてしまうなスタイリッシュになったと考えよう。内番で上がるものが、あ、変わったね。畑当番が前生存と偵察だったもんね。あー、変わったね。だからほとんど育てるとしたらさ、畑当番に突っ込んでいたけど、これで分散ができるからいいね。で、まだ上がるやつはこの白状態になっていて、もう上がらないよっていうのはこういう色が変わっていると。さあ、それでは恐怖の担当キャンペーン行きましょう。依頼札は882枚。石田正宗権限ポイントを5000までは、まあ無理だろうからそれまでに出ておくれよ。わあ、うじゃうじゃいるよ。10連だからね。で、ここで、どこだどこだ。期間限定、担当設定。ちょっとだいぶごちゃごちゃしちゃいましたね。しかし、レシートは10枚あるところはないので、もうこうやって10連担当で。10連でやると1枚分お得です。石田正宗の時間はよくわかりません。手伝い札でもうパッといっちゃいます。新人はどんなかな。新たな刃と書いて新人。これはもうパッと飛ばして、新機能が入った場合はねそこで止まるんで、お札を使って、えい、もう手伝い札使ってもよかったんだけどね。石田正宗の時間は知りません。新人はどんなかな。どっか見たら書いてあるだろうけど、別に気にしなくてもいい。三日月宗近。こんなレアな刀剣も、はいはいと次に飛ばしてしまうぐらいに新人はどんなかな。1、2、次の遠見も楽しみだな。4月30日初日の公演配信でやってるからね。ただ
4月30は町会議の2日目で、帰りがね、まあ配信始まる時間には帰れないだろうから、後で見よう。お札、はい。手伝い。新人はどんなかな。父。我が名は小ガラス。早速富士札。ただ任務の欄の報酬もらったら、お札系はいろいろもらえそうだね。富士札で1時間半君。はい、ではどんどん10連でいきましょう。これでもうとっととスキップ。昔のこの機能がなかった時ほんと苦労したな。あれはあれでじらし感があってよかったけど、物理的な時間がかかりすぎたからね。素晴らしい。いいないいな、10連っていいな。ついでに集合。演出スキップが欲しかったな。一括は便利だな。お、追加。違うんかい。いや今のさ、スキップなし演出は絶対そうだと思ったじゃん。なんで河川なの。そして戻らなくなりました。河川の呪いが。お、河川か。河川じゃない。私は石田正美。名を共にするあの人の元にあった期間は短いのだけど、これは願いのようなものでもあるのか。さて、お答えできるだろうか。ビーバー三成、やったね。始めた時が確か800台で、今445、だいたい400回ぐらいできたってことかな。わかった、矢面に立つよ。全部受けてくれる。よーし、一人で行って、強制的に作戦確認。矢面。オラがよし。ボーおお。今までとやっぱり UI が違うから、あれ1のいくつとかどうやって行くんだっけでね、どっから入るのかやっぱ一瞬わからなくなってしまうね。まずは物見を。動くのは状況を分析してからだ。いいピッチリ具合ですね。私に策がある。続いて。ほほう、策が。聞こうか。せい。もしかして策ってレベルを上げて物理で殴るってやつですか。その策俺も好き。バレエダンサーのようなポーズですね。はあ、おい、エグミル。マサムネが舐められては困るんだよ。か、こ、顔の陰影。いいね。ちょっと盗聴の方でじっくり見よう。マサムネの実力示せたかな。示せた。ツン。そう、手入れを待っているんだよ。あ、待ってたんですか。それならそうと言ってくれれば。
言ってな。そう、大事な傷は消さないでおくれ。内番行ってらっしゃいをしますか。とりあえず畑当番で特別な掛け合いのある刀剣男子の見表示、わかりやすい畑当番でもあるってことかな。じゃあうちばん、次は品質向上のための計画書を。あ、でもさっきのやつってもしかして手合わせの方なのかな。なあ、あと品種も増やしていきたいな。いや、でもつながってるな。じゃあやっぱりこれは特殊なセリフなのか。そして素晴らしいな、ボーイスカウトたち。いいね、ヒューガとはまた別な。うん、なんかトリガーアニメにさ、こんな髪型の人出てこなかったっけ。政宗は人のために。このお下げいいっすね。お下げなのか、どっから出てんだろう。これ自身がさ、あのバルバトス・ルプスレックスのテールなんちゃらみたいに攻撃できそうだね。私を見て思い出す人があるならば、この名でいる意味はあるのだと思うですね。あ、ここの小指がいいっすね。ちょっとピンと、いいポーズ、いいな、この、うん、このカーブ、シャインシャインシャインいいっすね。この流れがいいんですよ。本当、盗聴どこだっけってね、やっぱ分かんなくなりますね。で、どうしようかな。お城の名前さ、一回は変えられるから。で、城がつくんだから、せっかくだったらさ、つむぎのふるさとゆうにしようかな。ちなみに今のは勇気市民の歌という歌のワンフレーズですね。だから U まで入れたらあと1回変更できます。本当にそれいいのか。俺、歌詞のページを見たら紬はひらがなで書かれていた。勇気紬の紬娘っていうモナカみたいなお菓子があるよ。前話したっけ。勇気いいのか、本当にいいのか。まだカラジョの方が俺っぽくて、っていうか俺だからいいような気もするけど、いいのか本当に。はいどうしよう。でも今は1回しか変更できないけども、もしかしたらね、今後500円ぐらいの課金アイテムで変更できるかもしれないからね。うん、盗聴。あ、そうだ、ここの組織図のところの、ここだ、ちゃんとありましたね。ここに演練の時に見えるあのメッセージ。ん？あ、上下か。今まで左右っていうかさ、タブ的なやつだったからさ、どうだろうな。一度にまとめちゃった、なんかまだ改良の余地だらけですね。うん、慣れる慣れないとか、それよりそれじゃない、それだけじゃないって感じですね。まあでもいろいろ運営のね、うん、ご意見とかは受け付けてると思うんで、ちゃんとツイッターの方でも言ってたけども、ちゃんとフィードバックしてね、今後改良していく。特に集合画面とかあの辺りとか結構指摘があったっぽいから。私は石田政宗、胸に2箇所の切り込み傷があることから切り込み政宗とも呼ばれる。そして石田という名はもちろん、元の主である石田三成様から。三成様の元にあった期間は短いのだけど、豊臣秀吉様に見出された天下三策に名を連ねる刀工五郎入道政宗の一振りとしては、とても親近感が湧くお方だよ。だからその名に恥じないように振る舞いたいところなのだけど、津山松平家の宝刀であった時期の方が長いから、なんだか気恥ずかしさがあるね。
長いっすね。そして堀江真さん、原神の男主人公のあの方ですね。素元気使って8周年とか聞いちゃう？就任8周年おめでとう。案外思った通りの感謝の気持ちを伝えるのって難しい。いやー、まあ、石田正宗に8周年祝ってもらえるとはでもタイミングによってはね、素元気使わなくても普通に聞ける人もいるからね。買い物は予算内でと決めようか。特売、通常よりお得に購入できます。何このクソ安っぽいチラシみたいななんだただ BGM はいいな。報告書は期日厳守で、あらかたこちらで終わらせてあるから。これ腫瘍だけなぜ一括がないんですかね。昨日言ったように受け取りすぎてあぶれちゃうと良くないからってことなのかな。それだったらさ、まあスマホゲーによくあるさ、超える分は受け取れませんみたいなさ、あれでいいじゃんね。っていうか包装とか受け取るときに所持数限界があると、これ以上は受け取れないから止めとくよってなるじゃん。あれでいいじゃん。そして疲れてきました。これいちいち演出入っちゃうの？鬱陶しくないですか？もう持ってる子は出さなくていいよ。これは運営さん頑張ってくださいね。直しがいがあるでしょうこれは。といった感じで無事担当キャンペーン、あ間違えた、地獄の担当キャンペーン、今回の石田正宗ゲットできました。さっき登場見てて思ったけどさ、靴やばいねいやこのなんだろう、ボンテージ感というのが、この子も人気出るだろうな。そして4月30日闘牛新作初日公演、まあ、配信は当日は俺はちょっと見れるか分かんないので翌日にでも、またその感想会合わせて次回の動画でって感じですね。それではまた次回。